はい、どうも皆さん、ケジオです。無双オロチ3アルティメットやっていきますということで、今回は、前田刑事と忠勝を変えて、まあ初期メンバーですね、いつものメンバーで行くっていうのと、今日進めていくのは、サブクエストの方かな。うん、あの超三兄弟っていうかな、うん、あの聴覚とかが、いるっぽいので、まあそれを助けに行くんかな助けに行くっていうか分からんけど、まあ、そこに混じりに行って多分聴覚たちが仲間になるんじゃないかなっていう、うん、感じですね。まあ早速行きましょう。妖術を使い民を守っている者がいる。奇妙な噂を耳にした北条氏康は風魔小太郎に調査を依頼した。風魔小太郎、その混沌とした言動で敵味方問わず煙に巻く忍び。だが術に通じているのは確かである。小太郎は氏康の命令通り村に向かった。彼の思惑は誰にもわからない。うん、もうなんか聴覚とかもっと出てくるんかと思ったけど、小太郎にフォーカスあってんなお、ピンときた。村を守ってる連中を助けに行くんだろう。俺も一緒に行っていいか。なんか嫌な予感がするんだよな。うまく説明できねえんだけどよ好きにしろ。で、まあリテンも来てくれる。100、あれなんて、ドドメって言うんだっけ、あれドドメ鬼かな。うん、の鬼の撃破、利点、聴覚、聴歩、聴量、あー、まあ聴三兄弟と利点を倒さずに、あ、それぞれのとこおんのか。で、小太郎は一緒で、敵はこいつか。うんうんうん、オッケー、行きましょう。ほい、お、あれが噂の連中だな。早いから助けよう。まあまあまあ適当に順番に行ったらいいか。ん、あいつらまさか黄金刀か浮かない顔だよ。おった、ちょっと嫌な予感がしてる。ほい、でも助けないと。あいつの仕事じゃ人間離さない。よくに止める。助かった。オッケー、こちらはもう大丈夫だ。向こうで戦っている我が兄弟の救援を。あ、ちょっと待って、長宝ってさ、素晴らしいご活躍。あれ聴覚だけやったっけ、プレイヤブルキャラって。なんかモブっぽかったよな今の。あれそうやったっけ。あいつ使ったことねえから覚えてねえわ。オッケー。で、待って、どっちがどっち。下が聴覚な。もしや手を貸してくれるのか。ああ、危ういところだった。礼を。やっぱモブっぽいよな長領なんか で、あとは聴覚やな。そのまま混沌へ。聴覚はなんか杖持って怪しい。あ、これが、そう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 、あれでもなんか見た目違うな。どこ行った。あ、そこか。聴覚はまあ特殊キャラよな。え、こんなんやったっけ見た目。ちょっと変わった。髪型はなんかあんなな、三本の角みたいなやったはずなんよな。あの左右と上からちょっと角伸びとるみたいな。服はちょっと違ったような。なんとそんな、我が力は天より授かりし奇跡。偽物ではない。奇跡を願う戦場にしてやる。は？
嫌な予感の正体はこれよ。何してんのお前。おい。あんた救うべき人を襲ってどうすんだ。お前マジで何してんの。本体ぶっ倒したらなんとかならん。ラチが開かねえ。おっと。本体どこ？あ、おった。敵の増援が現れただと。あれ、本物さっきおったよな。我らの先陣は壊滅させられました。あ、おった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 。シワモメを始めたそうで。シワモメの援助の記憶になる。今のうちにこちらも増援を要請。え、全部倒さなあかんこれ。めんどくせえことしてくれたな、ほんまに。あいつ先般やろ。アホなんか。安心したな。本体を攻撃すればおとなしくなるのか。ピンときた。これはちょっともう宇治安に報告しやな。倒してやるぜ。まとわては得意か。あれ本体。これにやりすぎ。鬼ごっこだ。本体撃破。あなたほどのお方。こいつか。そうはおりませんぞ。だからといって敵と競争するのは間違っとると思うけどな。これでいい。捕まえちゃう。あ、オッケーや。よし。マジめんどくせえことしてくれやがって。まったく何がしたいんだ。ほんまやぞ。してくれよ。よう、敵とはあいつらのことだな。目にもの見せてくれよ。まあ、雑魚が増えたところでやけど。はい。兄上、大変です。敵の増援が現れた。流して。ああ、もう味方とやり合ってる間に。やってるんだ俺。大将、打ち取った。ファンズルでない。オッケー。これは天が明かるかもう出しでいいぞ。絶対。今日は勝利。天に。オッケーかな。奇跡の力で敵を撃退しようぞ。承知しましたぞ兄上。どうしよう。祈祷の間。一旦おらんかな。護衛を頼む。ピンときた。何かすごい術だよな。守りは俺たちに任せとけ。あ、守った方がええのあれ。天の力みなぎってきたぞ。いざあの者どもに天罰を。あ、祈りが届いたんだ。おお、あんたまで分身するのかよ。お前も分身すんのか。味方が増えるのならよしとするか。あ、来た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 。カモが来たぜ。任してくれ。あんたただものじゃなさそうだな。松風は早いぜ。そうとしか思えないぜ俺。幻獣と同じ速さやからな。ここかな。よっ。うわ、でけえやつ2人。いいかな。よし。なんとも勇ましき戦ぶり。助けに来た。あー、もうまだそっちかよ。いっぺんに出てこい。もうめんどくせえな。よくぞ我らを守ってくれた。さあ天の奇跡を見る。これでラストっぽいな。なんか3回かな。お、なち、なんだ急に炎が。怖。これじゃ通れねえぞ。それは奇跡で片付けてええんか。自然発火は怖すぎるぞ。オッケー。次多分聴覚の奇跡やと思うよな。なに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 。え、いや怖怖怖怖。これ味方に当たらへん。え、怖い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 。奇跡がいっぱいだ。おめえまた出てきたんか。
また邪魔する気じゃねえ。安心しろ。今のところは。お前は一体何なんや。分身いっぱい。奇跡がいっぱい。ああ、コタローも増えたんな。あ、開いた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 。我が滅してやろう。よし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 。ほー！俺の顔も消すね。あいつが敵の総大将だ。よし、フィー。圧を打ってこの騒ぎを終わらせる。あ、で総大将出てきたな。民を惑わす元凶よ。大剣漁師聴覚が裁きを下してくれ。まとまってくれやんお前ら。あ、来い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 。こっちこっち。こっちこっち。あなたと共に戦えること光栄にございます。か、一緒にな。はい、頑張ります。よし。これで半分ぐらい減るかな。せいや。ラメシに天の祝福。あ、まずそんなもんか。はい。そのまま混沌へと。これで終わりかな。よし。けい。配信したのだな。天に従えば万事を同志として認めよう。え、ちょっと待って待って待って、松風ちょっと。同志。あ、にににに。松風かっこいいよな、まじ縦髪とか。ちょっと見してやん。共に好天の世へ邁進しようぞ。いや、マジでかっこいい。なんか足にもな、なんか白い毛ついとんのよな、あれ。あ、終わった。聴覚。あんたの天の奇跡ってやつすごすぎだろ。正直黄金島にはいい印象がなかったが、あんたは民や俺たちを助けてくれた。ありがとな。我は天意に従い苦しむ者を救っただけよ。そういえば小太郎とやら、そなたの術もなかなかのものであったぞ。じゃあ組もうか。組まれてちょっと組もうかって褒められてちょっと気よくしてるやん。おお、天の奇跡と小太郎の忍術の融合とな。さすればこの異界を好天の世に導くことも。いや、仲間になってくれるのは嬉しいけど、術はほどほどにしてくれよ。さっきのこともあるし、嫌な予感しかしねえ。つまんないな。天意はこの大剣漁師聴覚と共にあり。まあ聴覚だけかな。うん、まあこれの説明にも書いてあるけど、まあ宗教っぽい感じのね。うん、あ、聴覚だけか。ああ、あ、全ての分身撃破ってあったんや。やっときゃよかった。マジか、ミスったな。俺は終着。それ見てなかったわ。そだいたいああいうのって全部倒しちゃうがよかったりすんもんな。いや、しまったな。倒しときゃよかった。まあまあ、オッケーオッケー。よし、今回はこれまでかな。はい、ということで、まあ、聴覚はテクニックタイプとかなんかそんなんやろ。ああ、そうやな。テクニックと。その他って誰がおんねやろ。あ、今一番右の呂布で、で、サジの右の右におんのが呂霊機かな、あの手裏剣みたいな。うん、で、鎮球追って、あと誰や？こいつ、炎章の左誰やろ？ちょっとごついの。新キャラとかかな？そうやったらわからんから。うん、誰やろうな。まあでも、義以外の勢力は結構集まっとるから、もう。ゴート職は全員おるし、真もまあ、あと2人かな。うん。って感じなんで、まあ、集まりつつはあるな。はいはいはい。ということで、まあ、順調には来てますよと。
で次回は、神々の攻撃ロッキーと旅霊機神様たちとでロッキーたちも倒さなあかんってことこれそういうことか神々が襲い来るやからあれでもロッキーも一応神様かまあ分からんけど多分攻撃って言ってるから両方来るんかなそれをさばいていくっていう感じかなうん OK ですということで今回はここまでとなりますありがとうございましたまたお願いします